ジャポンです。今日はですね、共感だけでは人は動かないというテーマです。情報発信に関するお話なんですけど、まあもう本当にね、みんな言ってるんで、もうあえてね説明するまでもないと思うんですけど、まあその見込み客に共感することが大事ですよって、まあ言われてるじゃないですか。で、まあ共感ってもちろん大事なんですけど、共感すればじゃあね、全ての人が行動してくれるかっていうと、そうじゃないんですね。共感っていうのは、そもそもその話を聞いてもらうためのですね、きっかけなんですね。だから、誰かに悩んでいて、そうですね、そうですね、気持ち分かりますよって言って、じゃあその人は行動するかって言ったらしないんですね。だから共感っていうのは相手の心の扉を開く効果を持つだけであって、それ以上は何もないんですね。心の距離がこう縮まったりとか、そういうところはあるんですけど、だからといって相手がじゃあ行動するわけじゃないし、このね、共感とよく混同されるのが、承認ってあるんですけど、これって似てるんですけど違うんですよね。で、これをすると、まあ、場合によっては逆効果になることもあるわけです。承認することももちろん大事ですよ。素晴らしいですよ、あなたはと、ね、あなたはそのまま今の通り頑張ればいいんですよって、まあ言った方がいい時もあるんですけど、その。まあ、その自己啓発系でよくあるじゃないですか。あなたは素晴らしいんですと、今のままでいいんですということってよく言われてると思うんですよ。で、そういうものを決してね、こう否定したいわけじゃないんですけど、使いどころを考えないと、なんかこう、例えばね、普段から全然行動しないでぐーたらぐーたらしててサボってばっかりいる人に、いや、あなたは今のままでいいんですって言って、その人がどうなるかっていうと、あ、俺は今のままでいいんだってなって、より一層なんかそうダルダルするようになると思うんですね。で、その人がじゃあ承認してくれたから確かに心は開いてくれるかもしれないけども、ね、その人の行動が変わるかっていうと、より一層そのね、グダグダな現実を強化してしまうことになる。だから承認はそのちゃんと考えないといけないですね。相手がちゃんと行動してる時とかっていうのは承認した方がいいけども、そうじゃない場合、何も行動してないとか、もう常にサボってばっかりとか楽して稼ぎたいみたいな人をですね、承認するっていうのは、まあ、逆効果になるわけですね。だから何でもかんでも共感とか承認すればいいかというと、そういうわけじゃない。共感も必ずしも全ての人がする必要はないんですね。自分のターゲットとする、自分が理想とするお客さんに共感すればいいだけだって、例えば、ね、自分は楽して稼ぎたいんだみたいな人に、じゃあ共感できるかというとできないじゃないですか。で、そういうものを共感する必要はないし、ね、これはあくまでも、まあ、心の扉を開けるきっかけに過ぎないわけだから、共感してりゃいいってことじゃないんですよ。まあそのね、共感だと理解とかってありますけど、理解と共感で何が違うかっていうとですね、理解っていうのは、例えばここに自分がいて、こっちにそのまあお客さんの見込み客がいるとしますよね。で、この人を見て、あ、こういうことを悩んでるなみたいなのを理解で分かるってことじゃないですか。あ、この人こういうことを悩んでるなって分かるっていうのが理解です。で、共感っていうのはですね、図で書くと分かりやすいと思うんですけど、漢字に書いてあるから共に感じる。例えばここに痛みがあって、痛み、まあ、悩みでもいいですよ。それをこう一緒になって感じてあげることなんですね。遠くから見て、ああ、あなたあれ悩んでますね、分かります分かりますって、こう遠くから見てんじゃなくて、一緒に痛みを分かち合ってる、一緒に感じることを共感っていうんですね。そうすると、この人は自分に対してこうすごくですね、信頼してくれるわけですよ。この人は自分と一緒にね、痛みを分かってくれる人だっていうふうになるから、心を開くわけですね。共感のパワーってめちゃくちゃ強いんですけど、まあその共感をして心を開かせた後にどういう話をしていくのか、まあ、説得と、操作だったかな、そういう話もしたことがあると思うんですけど、まあ、詳しくはそっちをね見てほしいんですが、共感ってね、
なんていうか共感しましょうってことをみんな言ってるじゃないですか。でもその結構ねこれを見落とされがちなんですよね。共感しましょう共感しましょうって言われるんですけど、共感されるっていうことですね、言ってる人ってほぼいないと思うんですよ。みんな共感しましょうっていうふうにね。でも共感ってね、自分が相手に対してするだけじゃなくて相手が自分に対してすることもあるんですよ。自分が何か情報発信をしていてすごく共感しましたとかね、いうコメントとかフィードバックをもらうことってあると思うんです。僕自身もあるんですけど、だから相手が共感してくれることもあるわけですよ。で、本来はこっちの方が理想的なんですね。自分が何か情報発信をしていて、それに対して共感した人が集まってくるっていうのが、まあ、理想的、ね。自分から相手に合わせに行って、あ、共感できます、共感できますみたいなことを言って相手に合わせに行くと、それが自分の軸とね、合ってればいいですけど、自分の軸をぶらして共感が大事だっていうね、こっちに合わせに行くっていうのはやっぱりちょっとおかしいから、本来はこっちが正しいんですね。自分が言いたいことを思っていることを発信して、それに対して共感できる人たちがこう集まってくるわけですよ、いろいろ。だから共感って別にするだけじゃなくてされることもあるんですよ。ただ、そういうふうにね、言ってる人があまりいない。みんな共感しましょうしか言わないじゃないですか。こっちが相手に対して共感しましょうって言うんですけど、共感されるっていうのもあるんですよ。で、なんでこの共感されるってことがですね、あんまりこう言われてないかっていうと、その情報を発信している本人自身がですね、あんまりこのことに気づいてないからなんですね。多くの人はそのノウハウとか、ね、テクニックとか、知識ですよ、ノウハウ、テクニック、知識とか、こういうものをですね、中心に情報発信をしてるんですね。でもこれって共感呼ばないと思うんですよ。ただ情報を発信してるだけだから。共感っていうのはですね、まあ、前も言いましたけど、メッセージとかなんですよね。自分が伝えたいもの、あるいは自己主張ですよ。こういうものを発信してると共感されるんですね。だからこういうものを発信していかないといけないんですよ、共感されたかったら。自分の、ね、思いに共感してくれる人を集めたかったら、ノウハウとか知識ばっかり発信してても誰にも共感されないから、メッセージとか自己主張とかねを出していく方がいいわけです。自分はこう思ってて、こういうふうにしていきたいとかね、世の中をこういうふうにしていきたいとか、自分の人生をこういうふうにしていきたいとかね、こういう人を助けたいとかもいいし、僕なんか結構ね、やっぱそのいろんなこう日本で、まあ、あの嫌なものをしたことがいっぱいあったから、そういう自分のこう闇の部分を出して、こういうところ間違ってると思うみたいなね、昔からそういう人間だったんですけど、そういうことを言ってると、まあ、大半の人はそれを理解できないから、なんだこいつって言って離れていくんですけど、一部の同じようなことを考えている人はすごく共感してくれるんですね。でものすごく距離が近くなる。特にそういう自分が何て言うんですか、変わり者であればあるほど世の中で理解されるしてくれる人って少ないから、やっぱり変わり者同士すごくこう距離が近くなるんですよね。だって周りに理解してくれる人がいないのに、あ、自分と同じこと言ってる人がいるってなったら、すごくこう何て言うか親近感を持つじゃないですか。だからより一層それがね、つながりが強くなっていくわけですけど、なんかこうメッセージ自己主張って大事なんですか。以前あの情報発信者のツリータイプってね、お話したことあると思うんですけど、価値観型ってあったじゃないですか。価値観型ってすごくこれが得意なんですよ。僕も得意なんですけど、メッセージと自己主張をバンバン出していく。もちろんそれをね、それが原因で嫌われることもあるんですけど、でもやっぱりすごくそれで原因でファンになる人もいるんですよ。だからこういうものを出していかないと厳しい。で、別にその、ね、最終的に自分と共感してくれる人とだけビジネスをしていけばいいわけだから、無理して、ね、自分のそのコアの部分をぶれさせて、相手に、ね、共感しに行くことだけがですね、必ずしもいいとは思えないですね。だからこの共感されるっていうことも意識しながらやっていくとすごくいいんじゃないかな。で、本来の情報発信ってこっちだと思うんですね、僕は。自分が言いたいことをバッと発信して、それに対して共感した人だけが集まってくるっていうのが理想だと思うんで、もちろん数はね、集まらないですね。自分で共感しに行った方が数は集めれるから、こっちの方がやりやすいんですけど、僕はそういうタイプじゃないし、うん、合わないからこっちをやってるだけで、自分の言いたいことを言って、共感した人だけ集
集まってくださいってタイプだからこっちをやってるんですけど、もしこういうね共感されるっていう方を狙いたいんだったらメッセージ自己主張ですね、こういうものを積極的に出していくということですね、やってみてください。